ジャベリンは1968年から1974年にかけてアメリカンモーターズ社で販売されたポニーカーである。当時保守的な経済車メーカーのイメージの強かった AMC のメーカーイメージを刷新する意図で企画された。 ジャベリンの製造は1968年から1970年と1971年から1974年までの2世代に分けられる。レース史上でも活躍し、ジャベリンはトランザムレースで成功を収め、AMC のスポンサーで1971年、1972年のシリーズ優勝と1975年のレースでも勝利を獲得した。 ジャベリンはヨーロッパ、メキシコ、オーストラリアでライセンス生産され、北米以外の市場でも販売された。ジャベリンは1966年に AMC が模様した自動車商工業のプロジェクト4の2台のコンセプトカー、アメリカンモーターズエクスペリメンタルのうちの1台から発展したモデルで当時流行していたフォードマスタングや シボレーカマロのような他のボニーカーに対抗するために1968年にデビューした。同じコンセプトカーを起源としてジャベリーの上位モデルであり、よりハイパフォーマンスな AMC-AMIX が同時期にデビューしている。エンジンは 232CU イン直列6気筒と3種類の V 型8気筒から選択できた。標準エンジン付きでのジャベリンは、 時速 129km で巡航でき、290CU インの V 型8気筒エンジンでは最高速度は時速 161km に達した。4バレルキャブレター付き 5.6LV8 エンジン、前輪ディスクブレーキ、日本排気管と幅広タイヤが付いたオプションの5パッケージでは時速 0km から時速 97km までの 加速が8秒以内で最高速度は時速 193km に達した。さらに選択できた SST グレードはより豪華な内装を持っていた。1969年 AMC ジャベリン SST の内装1968年半ばに a m i x 3 9 0 c u イミエンジンがジャベリンにオプションで注文できるようになった。 この 315HP の出力と425ポンドフィートのトルクは、ジャベリンを時速0トルから時速9 7トルまでの加速を7秒台で走らせた。AMC は AMIX とジャベリンにディーラーオプションのグループ19を設定した。これには、連想の4バレルクロスラム球機関、高性能オカムシャフトキット、ニードルベアリングローラーロッカーアームと、 デュアルポイント点火装置が含まれていた。ロードトラック氏は1968年モデルの発売にあたり、このような小型の車における長所として、大きく、重い、超高出力エンジンを上げそのスタイリングを好ましいとし、ジャベリンのことを競合車と比較して、好意的に評した。ジャベリンは、競合車よりも長く室内空間は、余裕があり、 スタリングはほぼ間違いなく多くの部分で最もクリーンなものであった。その興奮するような美しい造形で、ジャベリンは羽が生えたように売れまくり、1968年モデルは5万6000台以上が生産された。しかし、ディスク、ドラムブレーキとオプションのパワーアシストなしのクイックステアリングは批判の的となり、 ジャーナリストたちも AMC のセーフティスタイル内装のことを退屈とか味気ないと文句をつけた。2年目のジャベリンの変更は新しいストライプ、グリル、トリムといったわずかなものであった。屋根に装着したスポイラー、ボンネット状の黒塗りされた2畳の空気取り入れ口がついたモッドジャベリンパッケージが1969年半ばに導入された。 1969年モデル途中からオプションで、ボディと同色のバンパー込みの、ビッグバッド塗装が用意され、このオプション塗装は1970年モデルを通じて、ジャベリンの全モデルに用意された。Go パッケージオプションは4バレルの343と390エンジンに用意され、ディスクブレーキ、ツイングリップデフ、赤リボンを付けた、高性能タイヤ、 太いスタビライザー付け強化型サスペンション、その他の拡張部品が含まれていた。4675台が生産された。AMC は自社のイメージ変革を図るため、ジャベリンをレースカーに仕立てた。レーシングチームを編成し、ドラッグストリップやトランザムシリーズに投入した。ジャベリンの最初のトランザムシリーズへの参戦は1968年の セブリング12時間レースであった。1月からカプランエンジニアリングでトラコエンジニアリング製のエンジンを搭載した2台のジャベリンが準備された。エンジンはベースの 290CU イン V8 のボアを拡大して 304.3CU インにしたものであった。ロニー・カプランはこう10回している。時間、的な要因とテストと開発を サーキット上で行っていたために、我々には、ジャベリンをじっくりと開発する十分な時間がなかった。68台が出走したレースでわずか36台しか、完走せず、ピーター・レブソンとスキップ・スコットが運転する1台のジャベリンは、総合で12位、ークラスで5位を獲得した。レース計画が促成で進められたことを考慮すると、注目に値する成績であった。 1968年シーズンを通してジャベリンは3位の成績であったが、AMC は出場したすべてのトランザムレースで完走した唯一のワークスチームという記録を打ち立てた。1970年モデルのジャベリンは新しい外観デザインとなり、フェイス部は幅広なフロントグリル、ツインイコールベンチュリーと長いボンネット、 後部は中央に装着した1個の後退ランプと、全幅にわたるテールライトを備えていたが、これは1年間だけのデザインであった。新しい外観以外で新しいものは、ボールジョイント、上下のコントロールアーム、コイルスプリングと上コントロールアームのショックアブソーバー、下コントロールアームのトレーリングストラットを備えた、新しい前輪サスペンションであった。 1970年、ゴーパッケージ390エンジン1970年モデルのエンジンは2種類の新しい V8 エンジンの導入と共に変更され、ベースの 304CU インとオプションの 360CU インが、各々290と343を更新した。最上オプションの 390CU インは、 継続されたが気筒容積が 51cc 増やされた。新しいヘッドにアップグレードされ出力は 325hp に増強された。車両識別番号にはこのエンジン用に点の記号が残された。もう一つの新しい装備は、ゴーパッケージオプションに含まれる冷たいラムエアを導入するための二つの大きな開口部を持つパワーブリスターボンネットであった。 4バレルキャブレターエンジン付きの5パッケージは多くの購入者が選択し、これには前輪ディスクブレーキ、日本出しの排気管、スタビライザー付きのヘビーデューティー使用サスペンションとデザイン度の高いホワイトレタータイヤが含まれていた。内装デザインもこの1年間のみのもので幅広い新たなダッシュボードとクラムシェル型の一体型。 ヘッドレスト付きのバケットシートを備えていた。レース界でのジャベリンの成功を利用して AMC は特別モデルの宣伝と売り込みを始めた。1970年モデルの特別モデルはマーク・ダナヒュー・ジャベリン SST であった。トランクリッド上にダナヒューのサインが刻まれたダックテール型スポイラーを備え、ダナヒューデザイン公認の車が2501台。 生産された。これらは、トランザムレース B 参戦するジャベリンの準備をするために、設計されていた。元々の計画では、すべてのダナヒュージャベリンは、SST トリムに、特製スポイラー、ラムウェアフード付けの、Go パッケージ、4足、MT または3足フロアシフト AT からの選択と、厚いウェブが施された360、CU インエンジンを持つことになっていた。 あらゆる図書と内装が注文できるとともに別料金のオプションでどのような組み合わせにすることも可能であった。しかし、AMC はいかなる識別符号もつけず、車の中には簡単にもすることのできる装備品を取り付けたものもあるので、本当のマークダナヒュージャベリンを判別することは困難である。推計で100台のトランザムジャベリンも生産された。 この車は、前後のスポイラーを装備するだけでなく AMC、レーシングチームのワークスカラーである、またドールレッド、フロストホワイト、コモドアブルーの横縞塗装も施されていた。ジャベリンは1971年モデルで、モデルチェンジされ、前モデルより長く、低く、重くなった。1971-1971年、 ジャベリン A ミックスモデルチェンジしたジャベリンは屋根に組み込んだスポイラーと彫刻的なフェンダーのバルジを持っており、この新しいボディは先代モデルのおとなしく端正な外観とはかけ離れていた。メディアは刷新された全部フェンダーのことをはるかに高価なコレベットから模倣されたバルジはこのパーソナル感を際立たせている。と評した。新しいデザインでは 複雑模様のグリルも備えていた。コックピットの使用効率を高めたドライバーを囲む機能ーキと謳われたダッシュボードは左右非対称であった。このドライバー中心のデザインは経済性を重視したホーネットの試作車とは対照的であった。AMC は 232CU インの直列6気筒と 8000RPM を想定した。 単造製クランクシャフトとコネクティングロッドを備えた4、バレルキャブレター付け 401CU イン V 型8、気筒といったエンジンや、ハーストシフター付けのボルグワーナー製 T-10 型4足、マニュアルトランスミッションを用意した。ジャベリーのレースカーは、ペンスキーレーシング、マークダナヒューチームと、同じく AMC のディーラーの支援を受けたロイウッズ、 アラチームがトランザムレースで成功を収めた。ジョージ・フォルマーとマーク・ダナ・ヒューの運転で、ジャベリンは1971、1972と1975年のトランザムでタイトルを獲得した。名前とサインが入ったダナ・ヒューのデザインした特製リアスポイラーがついた1970年のジャベリン SST の限定モデルが販売された。 1971年、ジャベリンエミックス特徴ある、二段折りの屋根1971年モデルから二座車のエミックスは販売されず、その地位は、ジャベリンの上級高性能モデルに統合された。新しいジャベリンエミックスにはいくつかのレース用の階層が施され、AMC はこの車を買うことのできるトランザムレースのチャンピオンに一番近いものと、 宣伝した。この車は、グリルを覆うステンレス製メッシュスクリーン、幅いっぱいのグラスファイバー製レイキドーカウル、高速時の設置圧確保のための前後スポイラーを備えていた。三百六十と四百一の四バレルエンジンに設定された、高性能仕様のゴーパッケージには、ラリーパックケーキ、ハンドリングパッケージ用、サスペンション、ツイングリップリミテッド、 スリップデフ、強化型ラジエター、パワーディスクブレーキ、AMC レーベルマシーンに使用された 15X7、インの穴開きホイールにホワイトリボンの E60X15。グッドイヤー製、ポリグラスタイヤ、ボンネットの T、ストライプデカール、黒く塗りつぶされたテールライト周りのパネルが、含まれていた。401CU インエンジンを搭載した。 重量 3244LBP のジャベリンは、低鉛、低オクタンのガソリンを使用して1、4マイルを確実に14秒台、半ば、到達速度93マイルパーアワーで走ることができた。1971年と1972年のトランザムでの勝利を記念して、どのグレードにも、特製のトランザム勝利記念ステッカーを付けることができた。 1972年1972年ジャベリン1972年ジャベリン SST AMC は1972年モデルでは品質に重点を置き革新的なバイヤーズプロテクションプランの保証を車につけることで販売記録を打ち立てたこれは1年間または1 2 0 0 0トル内のいかなる不具合の修理をも保証するという自動車メーカーとしては 初めての制度であった。所有者には AMC への通話料無料の電話連絡と修理に一番以上要する場合の無料レンタカーが提供された。ポニーカー市場の人気が加工し続けていたにもかかわらず、1972年に国内最小の自動車メーカーの AMC が40億 US ドルの売上から確実に3億 US ドルの利益を稼ぎ出した。 あるコメンテーターはこう語った。その素晴らしい格好と称賛すべき路上性能にもかかわらず、ジャベリンは販売面で競合車とがっぷり四つに組むというわけにはいかなかったその主な理由としては小規模な独立自動車メーカーには GM、フォード、クライスラーに対抗する名声や影響力を持ち合わせていないからであった。 ピエール・カルダン1972年と1973年モデルのうち4152台のジャベリンはファッションデザイナーのピエール・カルダンがデザインした特別内装のオプション付きで製造された黒地にチャイニーズレッド、プラム、白、銀のストライプ柄の多色のプリーツが入っていたシミ汚れ防止のシリコーン仕上げが施された丈夫な サテンに似たナイロン製の6色のストライプ柄は全部座席からドア内張り、天井、後部座席にまで張り巡らされていた。座席表面の生地は AMC 用に歴史ある内装生地メーカーのチャタム・ミルズ社が製造しており、チャタム社の車掌が全部フェンダーに貼り付けられていた。このオプションの希望小売価格は 84.95US ドルであった。 ファッションデザイナーによる特製内装仕様という流行はその後も続いたが、カルダンの手によるものが最も大胆で風変わりの地位を保ち続けた。1973年1973年 AMC ジャベリン1973年 AMC ジャベリン AMX。1973年モデルのジャベリンの変更点はわずかであった。 AMX グリルはそのままで残されたが、最も顕著な変更点は、テールライトとグリルであった。その他すべての AMC の車は、伸縮式ショックアブソーバーを内蔵した、復元バンパーを使用していたが、ジャベリンと AMX は2つのゴム買い付けのおとなしい、バンパーを備えていた。さらなる目に見えない変更は、最初の2500ポンドの衝撃で6ンの潰れまでを、 許容する新しい必須安全基準に対応した強度を持つドアであった。この年の新しいプレス型の屋根でジャベリンは特徴ある2段折りに別れを告げ完全に平らな屋根になったことで全体を覆うビニールルーフが取り付けられるようになった。また、前席のデザインも変更された。1970から72年モデルのタートルバックシートが止められ、 軽量なだけでなくより快適でより広い鉱石の足元空間を確保することもできる薄型デザインになった。良い品質に裏打ちされたより良い保証に重点を置いた宣伝活動に支援された品質改善の成功に拍車をかけて AMC は利益の記録を更新する一方で1973年モデルのすべてにこの包括的な保証を継続した。 1974年1974年、ジャベリン A ミックス、Go パッケージ1974年、ジャベリン A ミックス、Go パッケージこれまで、比較的好調であったジャベリンの販売に天気が訪れる。1974年になると、オイルショックの影響を受けて、世界の自動車市場は大きく変化し、対抗馬であった、クライスラー社は、ポニーカー市場を放棄し、 フォード社はオリジナルのマスタングをモデルチェンジこそしたものの、そのエンジンは排気量の小さな直列4気筒であり、その他のポニーカーのメーカーもエンジンを小型化、低出力化していた。ジャベリンの大排気量エンジンはオイルショックと高性能車に対する全般的な興味の低下の中にあっても、ジャベリン自体の生産が終了するまでオプションに設定され続けた。 AMC は新型モデルの AMC ペーサー用の生産ラインを必要としていたため、生産ラインを譲る形で1974年10から11月にジャベリンの生産を終了した。そのため、GM のカマロやファイヤーバードとは異なり1974年モデルのジャベリンは新しい前後バンパーの厳格化された安全基準の適用外にはならなかった。 それでも、1974年モデルのジャベリンは27,696台、うち4,980台がジャベリン A ミックスという2代目の中でも最高の生産台数に達した。4 0 1 c インエンジンを搭載したジャベリンが1971年からアラバマハイウェイパトロールで使用され、最後の車両は1979年に退役した。 これらの車両は全米の警察組織の中で通常のハイウェイパトロールのパトロールカーとして使用された初のポニーカーであった。ジャベリンは主に米国製ポニーカーの中で最も大きく使い勝手の良い鉱石を持つことからヨーロッパでも販売された。シカゴサニコールタイムスの自動車担当記者のデン・ジェドリッカはジャベリンのことを彫刻的な美しさとか 1960年代でもとも見栄えのする一台。と記事に記載し、価格の高騰につれ、ついにコレクターの尊敬を獲得と評した。また、第一世代のジャベリンのことを、輝かしいレース戦撃と、フォード、GM、クライスラーのボニーカーとは常に一線を隠す位置に立つ、スタイリングを持つ、楽しめかつ手に届く米車の定番。とも評した。ジャベリンの ベースモデルは、その他のマッスルカーや、ポニーカーほどには高価ではないが、当時、ジャベリンは相応の数が販売され、現在人気のある、プリムスバラクーダとダッジチャレンジャーの両者よりも、向上的に販売成績は良かった。コレクターカーの価格表によると、1971年から1974年モデルの a ミックス仕様は高価である。レースや、 旧車イベントに興味を持つ所有者が所属する数多くの AMC 社のクラブがある。ジャベリンは機械部品、ボディ部品や内装部品の数多くをその他の AMC 社と共用しており、再生産部品と同じように新興品を専門に扱う店がある。ありがとうございます。